もう建物作りすぎなんで作っちゃダメなのに、作ろうとしてますね。まあ、一時停止をしてもらって、確認してもらったらいいかと思います。まあ、バイオマス発電のその、まあ、メタンガスもしくはメタンガスの貯蔵するタンクだとかそういったものを設置するんだったら分かるんですけども、抽出する設備とで何か向こうの方でもあったのかな、ここかな。まあ、とりあえず、周りの風景がこういった風景で、あちらが神戸駅です。 JR の神戸駅の方です。先ほどの続き、2024年、3月の22日、医者が余ってるって言ってるのに神戸大学医学部っていう何かね、こういう建物が出来上がってます。その辺昔空き地だったんですよ。本当に税金への食らいつき方が激しすぎる。もともと学校があった場所なんですけども、こういう風なものに変わってますね。ダメですね、神戸市長。全然僕の言われていることが分かってないですね、久山さん。これ本当に兵庫町も何してるんです。エネルギーの残存量問題、メタンガス抽出するとこを作っておかなきゃ。こういうもの作っちゃダメよ、みんな勘違いするから。で、駐車場を作ってるから車がたくさん使用されてガソリンが減るんじゃないですか。神戸電鉄永田駅の近辺なんですけども、まあ、あちらの方が、永田駅です。で、こちらなんですけども、まあ、喫茶店だったのかな、美容院だったか、老朽化した建物で、解体しなければならない対象物であると、そういうことを撮影していて、解体してくれていますね。あの奥のところも多分そうだと思いますよ。もう多分人いらっしゃらないと思います。まあ、他にも撮影者っていっぱいあるので、まあ、その対応できるところから、しっかりと、そのまま継続して解体していただけたらなと思います。もうこの周りだけでもものすごい数ありますよ、解体しなきゃならない建物。100件ぐらいあります。あちら右手の方が、神戸電鉄の永田駅です。で、左手のところはまず、まあ、以前撮影していて、解体しなければならない建物ではないかということを述べてまして、まあ、解体してくれていますね。で、解体した後、メタンガスの抽出場を作ったらいいと思いますよ。この近に、そこそこ大きなビルが いろいろ建ってますんで、まあ、そこまでね、まあ、歩いて5分ぐらいなんで、生ゴミを持ってくるぐらいで、ね、簡単なことですんで、そこにメタンガスの抽出場の貯蔵庫と、抽出する装置、まあ、発電まで、になるかどうかは、まあ、ちょっと抽出量を見てからですね。だいぶ溜まってからじゃないと大した量を抽出できないと思います。